古材義秀は、日本の天文学者。以下は、正四位。君党は、君二等学位は、理学博士。東京大学名誉教授。国立天文台名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。群馬県立群馬天文台名誉大長。日本学士委員会員。文化功労者。東京大学附属東京天文台教授。 東京大学附属東京天文台台長、国立天文台台長、国際天文学連合会長、群馬県立群馬天文台台長などを歴任した。古在吉政、住江夫妻の長男として、東京府北豊島郡菅母町駒込に生まれた。1940年、東京府立第14中学校に入学。1945年、旧西第一高等学校理科に入学。 1948年、東京大学理学部天文学科に入学。東大理学部時代は、萩原雄介の下で、天体理学を学んだ。また、旧正一校、東大理学部を通じての給油に、ノーベル物理学賞を受賞した小柴正俊がいる。1951年、東京大学理学部天文学科を卒業。東大大学院に進み、 大学院で学びながら、東京天文台に勤務する。朝日ジャーナルに掲載された、古材1952年、東京大学附属東京天文台助手に就任。1958年、学位論文、土星の衛星系に関する研究で、理学博士号を取得。渡米して、スミソニアン天体物理観測所及び、ハーバード大学天文台の客員研究員となった。 1961年から理科年表編集に携わる。1963年、東京大学附属東京天文台助教授に就任。同年、朝日賞を受賞。1965年、東京天文台附属人工衛生国内計算、施設長に就任。1966年、東京大学附属東京天文台教授に就任。 1973年、東京天文台附属堂平観測所長に就任。1979年6月11日、土星衛星、人工衛星及び小惑星の運動の研究により、日本学士院賞及び恩師賞を受賞。1980年、日本学士院会員となる。1981年、東京大学附属東京天文台長に就任。 1988年7月東京天文台は、井戸観測所、名古屋大学空伝研究所、第3部門と統合され、国立天文台となり、古材はそのまま、初代国立天文台長に就任した。1988年8月、日本人で、初めて国際天文学連合会長に就任。1991年、国際天文学連合会長を辞任。 1994年、国立天文台長も辞任した。1997年、群馬県立群馬天文台の台長に就任。2002年、秋の叙勲で、君二等随法賞を受賞。2009年、文化功労者に選ばれた。2010年、三鷹市名誉市民に選ばれた。2012年、群馬県立群馬天文台名誉台長となった。のぶせいよ 2018年2月5日午後6時15分、肝不全のため、東京都内の病院で89歳にて没した。古材の天文学者としての業績としてはまず、古材の式が挙げられる。これは人工衛星の軌道を割り出す公式で、古材の式の発見により古材は天体力学の世界的権威として、脚光を浴びた。次に小惑星の運動の力学的研究において、 著しい業績を挙げたことも古材の業績として挙げられる。特に小惑星の軌道に関する古材共鳴の発見でも注目を浴びた。また、天体力学が太陽系の起源の問題に関わりを持つとの新しい考え方を示し、地球の形が西洋なし型であることを発見した。東京天文台帳及び国立天文台帳としての業績は、 応文研究報告において、邪ジ,ャジ性を取り入れるなどの改革を行った。また研究所の所長職について、人気性を取ることを提唱し、古材は実際に人気機関で辞任した。東京天文台長時代及び国立天文台長時代の古材は、国立天文台ハワイ観測所スバル望遠鏡の実現のため尽力し、 国立天文台長辞任後の1999年に、スバル望遠鏡は観測を開始した。その他の業績として、天文雑誌、星の手帳の編集委員及び、星のチロ賞の選考委員を務めたことが挙げられる。大マゼライクモ内に出現した、超新星 SN1987A からのニュートリノが、神カンデにより検出されたとき、 神尾んでによるニュートリノ観測の中心となった小柴正都が古材と大学時代からの友人であったため古材が編集委員を務めた星野手帳編集長の安部明と星野手帳編集委員で天体写真家の藤井明が古材と小柴の対談を企画したこの対談はニュートリノ検出の翌年に実現したがニュートリノ検出の話よりも 古材と小柴の学生時代の思い出話で盛り上がった。父、吉正は古材吉直、豊子夫妻の長男で、母、住江は東洋史学者、締原博の次女。したがって、マルクス主義哲学者の古材吉重は、父方のおじにあたり、外交官出身の政治家で第44代内閣総理大臣、第40代衆議院議長の締原喜重郎は、 母方の大王子にあたる。また、父方の重邸に、千葉大学学長の小材豊樹が、母方の重邸に弁護士の締原博士がおり、小材家と締原家という二つの家系の血を引いている。ありがとうございます。